過酸化アセトンは有機過酸化物の一種、高性能爆薬として使用される。一般的にジメチルジオキシランの3両体である、トリアセトントリペルオキシドを示す場合が多いが、抗議には2両体や4両体の混合物を言う。アセトン、過酸化水素水、塩酸、硫酸などの物質から製造できる爆薬である。このため、アマチュア科学者や、 爆弾マニアによって構成されて事故が起こったり、時にはテロリストによって製造、使用されることがある。2005年のロンドン同時爆破事件や、2015年11月13日のパリ同時多発テロ事件、2016年3月22日のブリュッセル連続テロ事件などでも使用された。国内では2016年12月22日に、 自宅にて 57g の加ンカーセトンを製造2018年3月19日に名東区内の公園でこれを所持するなどした疑いにより名古屋市内の19歳の大学生が2018年8月20日に爆発物取締り罰則違反などの容疑で逮捕されている簡単に作ることができ殺傷能力の高い加ンカーセトンは別名サタンの母とも呼ばれる サン化アセトンはアマチュア爆弾愛好家により雷管として使用されることがある。AP は衝撃、炎、熱などを加えられると容易要因に爆発する。爆発させるとき、少量でしかも非密閉化における場合の爆発は大きな炎の塊になるだけである。しかし密閉化か多量に存在した場合は炎を一切出さず爆発する。威力はトラウズル地で TNT の70から80%ほどである。過酸化アセトンにはいくつかの種類がある。2過酸化物、3過酸化物、そして4過酸化物である。一般に低温の方が4過酸化物を生成しやすい。過酸化水素とアセトンとが3色媒の存在下で反応すると、ケタールあるいはヘミケタールである過酸化アセトンは容易に生成する。この時、単量体は さらに、過酸化水素あるいは他の過酸化アセトンとアセダール体を形成するので、反応溶液中では、ジヒドロペルオキシプロパンや、過酸化アセトンのオリゴマーの平行混合物として存在する。特に三両体は結晶性が良いために結晶として、管理しやすい。また結晶性が良いために、生成した結晶をそれとは知らず不用意に取り扱う、ことで過去にも実験室で、 爆発事故を起こし死の切断や失明などの重大事故を数多く招いている。結晶として単離しなくても、室温の絡むクロマトグラフ管の中で濃縮されて、爆発した例すら存在する。二両体及び三両体の環状加酸化アセトンは、メタノールあるいは、ベンゼン溶液中で、熱分解ない死は、光分解して、単管アルカンや、ラクトンなどを生成する。通常、 火酸化アセトンの光分解、または熱分解は、OO 結合が切断されるか、CC 結合が切断されて分解する。3、または塩基が共存する条件での熱分解は、主に OO 結合が、解列する。火酸化アセトンの重合体は、溶化水素酸、酸性条件下の亜鉛、またはスズ関連、触媒による水素化反応、水素化、 アルミニウムリチウムや還元試薬に対してジアルキルペルオキシド類に比べて容易に還元されると考えられる。稀に小麦粉の漂白剤として食品添加物に使用される類似化合物にはメチルエチルケトンペルオキシドなどのケトン加酸化物、ヘイキサメチレントリペルオキシドジアミンや加酸化ベンゾイルなどの有機加酸化物がある。特に HMTD は 加酸化アセトンの代用として用いられることがある。ありがとうございます。